親の課題、その親にとっての責任とは何だろうか。まあ、ここでペアレントっていう項目なので、はい、川島博士は繰り返しピグマリオンプロジェクトはエゴだよみたいなことを言ってます、はいはい、親の責任とは何だろうって。まず私の子供は要するに私に似ているっていう視点を捨てましょうと。そして性格の違いの本質をできる限り詳細に知ることから始めなければなりませんと。そうすることによってのみ子供たちの成長を妨げるのではなく、むしろその子供たちの成長を促進させることができるのだと。ではまず子供たちの4つの性格について見ていこうっていうことで SP の子供っていう紹介をさせていただきますと、はい、ザ・アーティザン・チャイルド、はいはい、ウィストン・チャーチルは私のことをとても厳格だと思っているようですが、私は彼が外出しすぎると思っているし、彼のために行われる遅いパーティーには反対です。彼はとても興奮しやすいです。でも月曜日には学校に戻るし、愛想はいいし、悪口をちょっと言うぐらいで深刻ないたずらもしません。マールボロ公爵夫人、多分まあチャーチルがこんな子だったよっていうことを言ってるんでしょうね、はい、ガレノスはプラトンの職人たちをサングアン、楽天的、快活、自信たっぷりっていう意味らしいです。サングアンと呼んだが、それは彼らの陽気さと興奮を抑えきれないほどそれを愛しているからであると。 SP の子供たちは確かに興奮しやすく、他の子供たちよりも早く興奮し、長く興奮し続けることができると。しかし興奮しやすいのと同様に退屈しやすいので、何か危険な仕事やいたずらを常に探しているように見えると。いずれにせよ彼らの興奮しやすさは最初から明らかで、アーティザン SP の成熟した性格を生み出す気質的な土壌となっていると。このような子供たちは行動することで輝きを放ち、機会があればすぐにオペレーターやエンターティナーといった肉体的でその場その場をアクションをこなす役割を引き受けますと。美術、実技、ゲーム、スポーツ、あらゆる分野がアーティザンの目をつかむだろうと。また親が公立私立を問わず学校に戦術的役割モデルを求めても無駄である。学校にカリキュラムを変えさせるよりも自分たちでこの課題にどう取り組むか、社会でロールモデルを見つけさせる方がいいと。なぜなら学校にはそれができないからだと。 SP のその興奮の方向に任せろって言いましたかね、はい、今はやりたいことやれじゃないですか。やりたいことをやって生きていける方法を探せみたいな。で SP にはそれがいいよって言ってるんですよね、はい、SP の子供たちはこうだよっていう項目なので、はいはい、だからその子が輝くロールモデルを考えろみたいな。学校に求めても無駄だと、はい、学校はもうカリキュラムが決まってるからって話、はい、それはうちの子供に向いてないから変えさせろじゃなくて、はい、SP の子には自分たちでそこにどう取り組むかだと、はい、体調はまあ常々、はい、お父様がエニアグラム的に言うと、はい、タイプ8だよなんていう話をしてるんですけど、はいはい、要はそのタイプ8の人って、はい、なんて言うんでしょう、こちらの16タイプにすると、はい、ESTJ 的な、なんて言うんでしょう、陸軍軍曹みたいな、はい、これをせえ、あれをせえの人たちじゃないですか、はい、どう生きてきましたか。無視やりますよ、逆らえないので。あそこはね、はい、子供はね、はい、でもどこかで心で、はい、ふふんみたいな感じなんですか。バレないようにうまくやろうみたいな。バレないようにうまくやろうはずっと考えてますよ。そこで、はい、なんて言うんでしょう、例えば SJ 的な発想、まあ、はい、NFSJ の、はい、共同組合的なことだと、はい、なんかできない僕ってダメなのかなみたいな、はい、他の人の、はい、イエスノーに左右される部分が出てくると思うんですけど、はい、そういうのはやっぱりあまりない。できない、いや、できその親のやれに従わなきゃいけないんだはあみたいな、そういうのはあまりなかった。はい、従わざるを得ないはあはありますよ
ちょっとニュアンス違いましたね。はい。気持ち。はい。そこでメソメソすることはない。やらざるを得ない。なんでだよ。なんでだよ。もない。あ、なんでだよありますよ。なんでだよあるけど、はい、勝てない限りは従うしかないわけじゃないですか。はい。はい。みたいな感覚。この SP の子供たち、即興で芸術作品を作ったり、アクションを起こしたり、人の道具を扱ったりすることは、SP にとって魅力的な活動であると。しかし、どのような活動においても、アーティザン、SP の子供たちは、何時間でも集中して取り組み、やがて中断して、次の興味あることに移ってしまうと。そんな子たちでございますと。はい。そして、毎日毎日楽器の練習に明け暮れ、何時間でも指で絵を描き、おもちゃを操作しても、明日にはその絵の具やおもちゃを楽器に、その楽器とかに興味を失ってしまう。興味を失わない人は、どんな技術に惹かれても延々と練習を続け、プロモーター、クラフトマン、パフォーマー、コンポーザー、これはまあESTP なのか ESFP なのか ISTP なのか ISFP なのかっていうところに分かれていって、卓越した存在になっていくよと。この子たちにとって、自分たちに誇りを持つためには、たとえ幼いアーティザン SP であっても、何らかの形で戦術的行動を優雅にこなしてなければならないと。親は幼い SP がある種の流暢な身体動作を身につける機会を多く持ち、自分自身を、また他人から見ても、何らかの形で芸術的であると思えるように見守るのが良いだろう。同時に親は、SP の子供がその気になるまで自分の技を披露させないように注意する必要がある。スケートでもサーフィンでも、歌でもダンスでもギターでも、若いアーティザンは仲間の目を避けて練習することが多い。その一方で、ひとたびある行動をある程度マスターすると、彼らは自分がどれだけ上手にできるか他人に見せることに興奮し、その芸術的な行動によって自尊心を高めていく。なるほど、はい、あまりうまくない時に、はい、それをやらせるなってことですね、はい、みんなの前で、はい、やってるんだね、やってよはやるなってことですね。その、多分上手にできるまでは自尊心を低くする可能性があるみたいな話ですよね、はい、自尊心に関しては、 SP のチルドレンは大胆であるほど自分を高く評価する。若いアーティザン SP は、他の子供たちから怖がられるように見られることに罪悪感を感じ、仲間に自分の大胆さを証明するために危険を犯さなければならないと感じている。SP の子供たちは、あらゆる挑戦を受け、あらゆる挑発に応えなければならない。SP の子供たちは、自転車やスケートボードで危険なトリックを最初に披露したり、母親の化粧を最初に試したり、ティーンエイジャーになると、権威を示すために喫煙や飲酒を最初に始める。より無謀なアーティザンのティーンエイジャーは、時には悲惨な結果を招くこともある。ここで SP の親はジレンマに直面する。抑制が弱すぎると怪我につながる。抑制が強すぎると臆病や自己卑下につながる。親、特に理想主義者と保護者、 NF と SJ ですね、はい、はい、はその SP の子供を持った NF、SJ の親は、アーティザンの子供たちの大胆さを認めるために、自分が心地よいと思う以上のリスクを許容する覚悟を決めなければならないと。はい。僕、男の子が生まれなくてよかったです。SP の男の子。はい。親戚の子供の男の子が、はい、今、小学校1年生なんですけど、はい、明らかにこの SP な感じで、はい、高学年の4年生の子でも、はいはい、なんかクリスマスツリーみたいなので、はい、ロープがバーって上まで張ってあるやつ。はいはい、で4年生の子たちが怖い怖いとかで登れないようなやつよ、はい、俺登れるよとか言って、はい、1年生の子がバーって登っていくんですね、はい、僕それを止めたくなるんですけど、はい、止めない方がいいんだな。僕も登ってった気がします。明らかに
僕が3年生ぐらいだったらやるかなやらないかなぐらいの、はい、壁を登ったりもしましたから、ちょっとちょっとの指が引っかかるところ、そういうチャレンジとかをよくしてました。この壁登れるんじゃないかみたいな。それを SP、はい、SJ、はい、NF の親は止めてはいけないと、はい、危ない危ないって言って止めるって話ですよね。止めがちだと思います、はい、自分たちが怖いと思っても、はい、それは違うよと、まあ、分かんないですよね、どこまで危険か、はい、もあるので。ありますよね、はい、怪我する程度だったら止めてはいけないじゃないですか。まあちょっとの すり傷ぐらいならね、落ちて失敗してもすり傷を負うとかぐらいは経験させて、だから緩すぎてもいけないし、はい、きつすぎてもいけない、はい、みたいなとこじゃないですか。でもこれはちょっと任しとかないとね、子どものやりたいようにね、はい、で逆にやりたくないなら別に、よくそういうのやらせる親もいるじゃないですか、はい、男だったらやれみたいな、はいはいはい、それもダメだよって話ですよね、はい、僕それやられたので、はいはい、SP の子供が近所にいて、はい、その子は何でもやるんですよ、そういう風に、はいはい、壁に登っていくんですよ、はい、男の子が、はい、そうするとお前も登れって言われるんですよ、はい、僕は登りたくないんですよそれに、はいはい、っていうのを急に思い出してきてですね、はい、すいません。この成人のアーティザンと同様、大人のアーティザンと同様、若年のアーティザンは SP ですね、自分が順応可能であると考える程度には自信がある、つまり若くて自信に満ちた SP タイプは仲間や大人、かっこ教師コーチ権力者などとの関係において、自分がどのような状況にもスムーズに溶け込めると考えるのであると。若い SP たちは他者との関わり方において徐々に洗練されていき、ティーンエイジャーになる頃には愛嬌を振りまいたりクールに振る舞ったりして、他の人たちよりも簡単に自分の思い通りにすることを学んでいる。繰り返しになるが、これはあなた親ですねの意図に沿うのではなく、彼らがあなたと同じ波長の上にいる、彼らが言うところの SP の子供たちが言うところの、あなたがどこから来たのかを知っているという印象を与えることなのだと。はい、要は SP の子供たちはスッと溶け込んで、はい、うまくやってるように見せる、はい、だろうなって理解しました、はいはい、自分の家族の中では幼児期からアーティザン SP は身近な環境の限界に挑戦し、それをあまり魅力的に思わない。例えば両親が2歳の SP のすることにノーと言えば、2歳の SP はそれをやり直さなければならない。小さな SP の自信はそこにかかっていると。もちろん幼児期の他のタイプも限界を試すことはあるが、アーティザンのような無謀さと粘り強さはないと。家畜小屋の子馬のように SP はフェンスのレールを一本一本蹴って、それが道を譲るかどうかを確かめなければならない。そしてアーティザンの子供の自信の発達には2つの側面がある。家の外ではスムーズで洗練された人間になりたがるが、親に対しては反抗的、また反抗的であることが多いと。なんか試すんですよね SP の子供は、親がどこまでやると怒るかみたいなのをやるらしいんですよ。なんか自分の安全のために、はいはい、自分のこれごめんなさい、僕の言い方になっちゃいます、はい、自分の快適のために、はい、どんなことまでやれば、普通って親には怒られないようにするじゃないですか、はい、怒られないようにしようって引っ込むんですけど、はいはい、SP の子供はどこまでやったらいいのか一旦確かめるみたいな、はい、親が怖くないんですかね、怖くないように思ってる印象を見えるんですよ。わかんないですけどね、やってた覚えはない、はい、そういうのを意図的に。いや怖いですからね、あよりね、はい、だから怖くない親だったらやるかもしれないけど、わかんないですね、はい、はい、ただまあちょっとトム・ソーヤ的な子供を想像してるんですけど、はい、
ザッカーマン、これ多分どっかの心理学者ですね、ザッカーマンが1950年代、多くの心理学者の研究課題に感覚を求める性格を取り上げたことを思い出しましょうと。 SP 職人が感覚を求める、あるいは刺激を求めるのは思春期を待つまでもない。子供の頃の彼らは遊び場や裏庭に閉じこもっていることに我慢せず、満足せず、衝動の赴くままに自由に歩きたがる。リトル SP は色、音、味などの鮮やかさや多様性に注目し、細部の感覚に反応する。つまり塗り絵や音楽を楽しみ、いわゆるよく食べる傾向がある。強欲というんでしょうか、いろんなものに興味を示して、はい、全部食べると、はい、また動物も好きなようだが、それを手荒に扱うことが多いと、はい、おもちゃや衣装に扱うことが多いのと同じで、丈夫でよくできていて摩耗や引き裂きに耐えられるものを SP にも与えるべきだと、はいはい、大きくなるにつれアーティザンの子供たちは何かエキサイティングなこと、感覚を刺激すること、アドレナリンが出ることを探し求めるようになると。ところでこの探求心がなぜアーティザンが人生の早い段階であらゆる種類の車輪付き玩具に夢中になるのか、車ってことですかね。そうですね、はい、はい。そしてなぜ彼らが決して車輪を手放さないのか、はい、その理由を一旦説明している。例えば彼らはスケートボードに最初に夢中になり、それを使うのをやめるのは周りの子供よりも最後であると、はい、車輪は彼らに他の場所に早く行くという楽しい感覚をもたらす。実際あらゆるタイプの中でアーティザンはスリルを求めて早く家を出る傾向が最も強く、思春期前に家出するケースもあると。また SP は他のタイプよりも大人が端的している刺激的な快楽を求める傾向が強く、他のタイプよりもドラッグやセックスにのめり込む時期が早い理由を説明するのに、その興奮が好きっていう傾向が役立つと書いてあります、はいはい、典型的ヤンキーですよねと思います。はい、はい、よくあの YouTube とかにも、はい、あの高速道路で箱乗りして、はい、こういうのを振ってる子がいますが、はい、まあ、そっちの方向に行けばですよね。行けばそうです、はいはい、スポーツとかも SP じゃないですか。そうですね、あの、はい、こんな坂をスケートボードでギャーって滑っていくのも、はい、SP なんだろうなって思います、はい、自転車とかでも、自転車とかでも、はい、はい、